じゃあ、ゲームイズダンゴンパピロです。はい、皆さんこんにちはです。というわけで、来たるべき、1月24日、日曜日ですね。ゴンパがね、まあ来ますよと。もう公式 YouTube チャンネル6周年をね、記念したイベントが今年もあるようで、まあ去年も一応ね、100万人記念かな。で、ゴンパがね、もうそっか、その時か。そう、ありまして、そこでまあ、鬼滅のコラボだったりね、結構大きい、そうそう、ニュースが発表されましたので、まあ今回も最後におそらくね、あるであろうゴンストニュース、まあ一応発表もされてるんですけども、そこで何が来るのか、まあコラボだったり、ちょっと受信画だったりをね、ざっくり予想していこうかなと思います。まあ、去年が鬼滅コラボ発表と、あと弥勒とかが発表されたんですよね。そう、弥勒が発表されてたよね。うん、2月に受信化してるんで、そうですよね。多分そこで発表された気がする。なんでまあ限定クラスが来ても重心化としてはおかしくないと。おかしくない。で回は一応今月もノンノで一回終わっちゃってるんで、あるかないかちょっと微妙なところみたいな感じ、ね。そうね。2月先のやつをもうそこで発表した、発表する可能性はある。まあでも24に発表なんで、まあ2月実装だったら普通に2月分ってことでね、こっちで発表しちゃってもいいと思うから。全然はい。はい。私重心化考えてきました。お。今年入って重心化してるのが、多分記憶確かにリバティ、ルリー、諸葛亮、はいはいはい、なんだよね。あとなんか忘れてるのが、まあ、ノンノが一応重心化回で非属性として来てるんですけど、まあ、重心化だけ考えると光、水、木って来てるんですよね、なんで闇火は絶対来るかなってことで、モンタナ、やっとさすがにモンタナかサクラは来んじゃないかなっていう古さ的に、唯一めちゃくちゃ古い勢で残ってる闇属性2体かなっていうイメージがあるんで、サスケはフラッパー級だったじゃないですか、で、すっげー強くなった、強くなった、まあ、モンタナかサクラっていうと今、なんかモンパっていうなんかイベントで重心化っていうのにもなんか力合ってるかなっていう、そうね、その昔からの本当のありますね、期待はもう見合ってるね、そこで重心化しても盛り上がる気もする。モンタナはね、なんでこんなにじらされてんだろうなってぐらい来ないじゃん。さくらはさ、なんかイラストなんかあったとかでいろいろあるかもしれないけど、まあ季節的なこともね、さくらは考えられてるかもしれないね、そうそう、なんかね、モンタナに関してはさ、もうね、全季節対応してるじゃないですか、あいつは。モンタナはまあ完全になんか、なんか逃してる、なんか時期逃してる感半端ないよね、本当にすごいと思う、ね、なんで、どのタイミングで行けばいいんだろうみたいな、運営さんももう分かんなくなっちゃってるですね。だからもうカンコレとコラボするまで一緒来ないんじゃないかってぐらい。でも確かにな、ああいうなんかロボット娘みたいな新シリーズがなんか急に来ればね、そうっすね、まあ、波光シリーズですよね、あ、うん、そう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 、あの辺のシリーズとかで来たらあれだけど、まあでもモンタナはそろそろちょっと消化しとかないと期待だけ上がってっちゃうかなっていう、あれがあるんで、さすがに古いよね、置いてけぼりされすぎだよね、まあね、でまあ魔王キラー系のなんか頼光みたいな感じになるのかなってイメージだったんですけど、頼光に取られてしまったので、まあ多分カウンターキラーとかで伸びてきてくんないかなっていう、まあ頼光、そうか、魔王じゃけど、魔王はまだあるか、そうですね、魔王はありますね、なんでもう魔王キラー L、まあ、EL 勢だからね、でもそうかもね、だってさカウントキラーの方が、野牛の魔王キラーなかったってことは結構そこなのかもね、もしかしたらあっちの方で特化してこなかったのは、そうそうそう、かぶんないようにしてきてる説あるかもね、なんか頼光が結構本当にね、モンタナの中心化ってこうなんじゃないかなみたいなところついてきてたんですよね、結構ね、まあでも、まあ、魔王超特化ってイメージがあるけど、ね、でも神化がやっぱね、ワープでね、カウンターキラー持ってるってこともあってね、なんかモンタナには個人的になんか時代を覆すなんか波動砲を打ってほしいんですよね、確かにな、あのなんか今までの波動砲よりめっちゃでっかくて威力も頭おかしいぐらいみたいなの波動砲を打ってほしいね、あの欲がありますね、あの一体モンタナ、次エリザベス、来てないんですよね、意外とね、まあ新しめなところではあると思うんですけど、まあそうね、まあ、なんでエリザベスを今回チョイスしたかっていうと、まあなんか誰も予想しなそうじゃん、しなさすぎや、誰も予想しなそうだし、エリザベス誰も予想しないな、確かね、エリザベス白バック持ってんすよ、確かどっちかが爆発だったか白バック持ってたはずで、で今はなんかまあ諜報時代に非属性でもやっぱ強キャラが増えてきてる、まあ、それこそナルトだったりアルセーヌだったりいろいろね、砲撃の中でも強いのがいっぱい出てきた、でかつ最近ニュートンが出た、出たってことによって、まあなんかニュートンと合うような重心化が1個あったら嬉しいなっていうのがありますね、で爆発ももちろん持ってて、ってので今回はちょっとエリザベスをチョイスしたんですけど、なんかエリザベスありそうっすよ、ありそう、ありました、エリザベス白爆発です持ってたそう、なんか持ってるんで、まあ EL になってください、まあただね、ここちょっと問題なのが、ペルセウスが一応非属性でね、そういう枠を主になっているので、ちょっとキャラが被ってしまうのかなっていうのは心配なところですけど、まあ、なんかダメオベースだったらいけるよね、そうですね、ペルセウスといけないところはいけるなっていうのがある、
で今回目玉は信長のブックスです。で暗転してみんな、ここはもう説明いらないっすね。ここはもう説明いらないと思うんですけど、盛りだくさんだな。はい、信長のブックス来て、ビナーが最後ですね。だから最初に言ったそのエリザベスとモンタナと信長のブックスどれかが来るって感じ。全部はこれどれかが来て、でその後暗転からの、暗転はしないかもしれないけどビナー、の予想です僕は。ビナーは別に性能何でもいいですね、はい、重心化っていう実績を詰めればいいと思ってるんで。自分はやっぱね、重心化、まあこれまあ、うちの記事の方のあれもあるけど、うん、劇中のやつがやっぱ来るんじゃないかなと思って。あー、はいはいはい、で、さっき言ってたように、火属性がないというところで、小町早っ。え、ありそうじゃない、次小町。うん、小町小町。あ、次小町なんだ。え、一応小町は辰巳さんいるけど、まだ劇中強くすんの。小町ここで、はいはいはい、なんか重心化きて、魅力も言うて予想しなかったっすもんね。しなかった、まだ早いみたいになってたもんね、ちょっとね。また一時代気づきそうな感じあるけどね。いや、小町来たら強いだろうね。多分、麻酔の方じゃ戦えないから、多分 AGBAB で、ドッキラー持ってるのがさらに強くなるみたいな。で、ドッキラーで返り咲いて、今のそのドッキラーの流れに、さらに率先して乗っていくんじゃないかなって、かなり。やばいですね。だから自分でも多分毒負ける、絶対。そう、SS じゃなくて、ね、ね、もう、友情で負けるよね、みたいな。そう、やばいね。これ結構あるんじゃないかと思って、小町来たら。クロススティンガーみたいになっただけでも強そうそう。うん、まあでも巻くなら巻き散らす側がいいっすよね。あ、そうね。うん、あ、でも毒クロスティンガー面白いね。なんか、ね、確かに、確かにありそう。確かに。使いそうじゃん、しかも。使いそう、めっちゃ。毒クロスティンガーかっこいいな。うん、だからクロスティンガーっていうもう単語だけで、まず毒持ってそうだもん。いや、そうや。結構持ってそう。すげえ、確かに。だから当時から雲っぽかったからね。うん、確かに。はありっすね。クロスティンガーが未だ一番似合うからね。いやー、確かに確かに。小町がザ・クロスティンガーってイメージある。まあ、反射障害が10位になるだけでも強いけど、そうっすね、なんか毒巻いてほしい感じはするけど、ね、うん、ただでも小町の難しいところは、いまだに両方とも使うところが明確にあるってことですよね。うん、うん、だからどっちかの性能が潰れちゃうなら、誰かがカバーしなきゃいけなくなってしまうと。そうなんだよね。うん、結構ナポとかもね、あの辺、あのなかったポジション誰か取ってくれたりとか、いろいろノストラとか特にそうですよね。確かに、誰かがその代えになるから、必ず、代わりになる、代わりになるんですか、あとで生贄が絶対に出てくるはずだから。生贄用意、確かにね、生贄いないからな、生贄あれして。だから後にあるとしても、どっちかで生贄が出てくると思うね、死に方なんかで。割と小町やる。ワタツミがさすがに早いかな。ワタツミツタンはちょっと早いかな。まあ順番があるからね。順番が小町だ。そっか。鳥獣だと今誰が一番あれなんだ。おっさんなんだ。モーセ。モーセ。モーセっぽいよね。モーセっぽいわ。確かに。モーセありえるんじゃね？ワンちゃん。モーセもちょっとありえそうだよね。でもモーセ来たらタイミング的にむちゃちょうどいいよね。だって鳥獣次来るじゃん。あ、そうね。今劇中はタイミング的にもさ、一旦終わっちゃってるから。あ、そっか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 。なんかそのタイミングがむちゃいいよね。うわー、来て、モーセ来て、重心化して、早速、多分もう来週末ぐらい鳥獣来るから、で、モーセピッて、それで引けますみたいなのはありそう、確かに。そこでやっとスプリットバレット解放されるとかあるかもね、なんか。あ、こいつが、こいつがバラ落ちして、そう、天井来たから、もう別にスプリットバレットもばらまいていいだろみたいな。スプリットバレット、ここに来て、満を持してメイン友情として返されるかもしれない、サムから。あ、ありそうっすね。モーセ来ても嬉しいな、まあ、確かに。あと言われてんのは背徳っすよね。あーてかそうだ、背徳超言われてるよね。背徳逃してた。火闇で言うと背徳が言われてる。でやっぱ天使たちはさ、順番になっていきそうだから、その辺を除くと、まあ今怪しいのがやっぱ背徳、デビルズパンクインフェルノ。あ、いやー確かに、てか背徳だわ、確かに。そう言われると完全に去年だってさ、フラッパで言われてたじゃないですか。言われてた、背徳来る、言われて結局なくて敗北だって、でもあと今回ね、もしかしたらもののけ少女のさ、実装も一緒に言われるかもしれんから、 そ、ね、うん、そこでモンソニ関連で普通に背徳の重心化きそうだね、うん、確かに。背徳とデビパン両方くんじゃね。あー、それもありそうじゃないですか、うん、で、なんか多分今予想でいろんな人が言ってるやつのトップにいるのが、まあふざけた人もいるかもしれないけど、ビナーでしょ。であと背徳ピストルズ、うん、モーセ、小町も言ってる人はいますね多分、で、あとデビルズパンクインフェルノ、うん、で、これかなり多かったのが石川五右衛門。これモンコレデラックスで石川五右衛門だけ重心化しないんですね。 あ、そうなんや、うん、あーでもか、全然五右衛門来ても違和感ないわね、五右衛門違和感ないね、五右衛門来ても違和感ない。てかまあ魅力の流れで言うと一番なんかニアピンいってる気がしますけどね、五右衛門は、五右衛門モーセあたり。あー五右衛門確かにな、
だってもうモンコレデラックスを厚くするのは運営からしたら得しかないですからね。うん、うん、モンコレデラックスあれ今マナもあるからパワーあるだろう島が今だにね。うん、まあなんか今言ったやつのどれかは来そうだよね。うん、うん、確かに、うん、いや土地狂っちゃったら天使5体全部来るとかね1週間ごととか3日ごとに天使5体全部来ます。もうおやばいことなったらそうなる、ね、うん、やばいことなったらやばいことなったらそうなる、狂っちゃったらそうなりますね。はい、まあ重心化はそんな感じですね。コラボ考えました？コラボはでもね、正直自分予想もなんかねつかないね。少なくとも自分が知ってるやつはもう来ないんじゃないかと思ってるから、あだからね、うん、予想つかないって言われるけど、でも最近の六本木日比谷線のセーラームーン推しが半端なさすぎて、広告がもうセーラームーンやっぱ来んじゃないかって、もうあれかサブミリになる効果で丸め込まれされて、そうそう、しかも結構な人が言ってるからさ、いや言ってるね、やっぱセーラームーンがあんのかなと思って、うん、まああとはマーズ欲しいっていう理由だけでも結構セーラームーン欲しいと思うから、セーラームーンはありそうっすね、結構セーラームーンがオッズ一番上な気がしますよね、うん、普通に、うん、そのなんか実現 されるなんか高さで言うと、うん、結構本当に上の方に来て、そうそうそう、だからそうセーラームーンの上だと思う、なんかそうだと分かってても1タイトル押したい。なんだ呪術回戦、あ、でもそれねマジで押したい、呪術廻戦を。なぜかっていうと、うん、今ちょうど14話が、うん、放送され終わって、うん、で、あの交流戦って言われる、うん、まあちょっと鬼滅で訳すのは本当申し訳ないんですけど、うん、この方に俺も一ファンとして訳させていただきますけど、善逸の霹靂戦あったじゃないですか、うん、あれにもう本当近いてか同じか超えてもいいって言っていいぐらい俺はそのシーンが好きなんだけど、うん、それがもうちょっとアニメで来る。おうん、国戦っていう技なんですけど、まあ、これネタバレもそうもないから先言っちゃうけど、うん、これ、まあ、誰が使うとか言わないけど、うん、このシーンは絶対にヤバいって言い切れるんですよ。で俺それが楽しみで今柔道まで来てるから本当にで、もう本当に呪術廻戦、まあ、まあ知らない人も多分多いと思うんだけど、自分も知らないからです、神作品で、うん、もう今一番面白い本当に、あのワンピース、ヒロアカ、呪術廻戦が今すっごいジャンプ個人的に面白くて、展開とかも合わせて中でも俺呪術廻戦が今すっげえ好きで、うん、アニメもめっちゃ良くて今だからちょっと今後の期待も兼ねて、だからそういう意味で言うとまあ伸びてきてはないから早いんですよね、来ても呪術かよみたいになる人が多いと思うから、一ファンとしてはそのまだちょっと早いかなっていう気持ちの方が大きいんだけど、それでも好きだから来てほしいなっていう、でもコメント欄でもむっちゃ来てたね、あ呪術なんか、うん、あのなんかね、例えばこの前のニュースの内容が少ないっていうのと、うん、なんかこう なんていうのが宿難あ、少な、少な、ね、少な、うん、で、少ないから呪術廻戦っていうコメントみたいな、いやいや、読みすぎしょうもない、あとなんか野球が、新影流、新陰流なのかな、はい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 、はい、それをなんか呪術廻戦連想させて、あーはい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 、伏線になってんじゃないかっていうのは結構コメントの来てた、呪術廻戦来ます呪術廻戦来ます、これは来ますね、うん、あ、でもそんぐらいパンチがあるのが2月は来るとは思うけど、でも今で足りてるのかな、呪術廻戦はパンチ力がどうなんでしょうね。あとこれもこのコメント面白いなって、なんかリバティの重心化がなんかミキサー役の期待入りっていう人、うん、あ、まとまった、ドンノの重心化でなんか大魔法少女来たって、うん、でサイエンスプリンセスのシーメントの間に星があって、魔法少女マドカマイカの間の星なんじゃないかって言われて、最後に野球10名が9名だみたいな感じ、あマドカマイカコラボくんじゃない、深読みすごいなすごいな、もうそんあ、まあ、でもそれぐらいの伏線やってくるような運営さんですもんねそういうの好きですからね、それおもろいっすね、うん、めちゃくちゃ来てほしいんだろうねでもマドカマイカも別に何でかんだそのパンチ力はあると思いますよ、うんうん、まあ、あとはなんかあれかな、ドラクエ、ドラクエ、ドラクエシリーズなんか、うん、2018年とかね FF 来てたりするから、あー、なるほどね、その関係でゲーム系でドラクエが来ても、うん、個人的には嬉しい、あ、ドラクエも誰も損しなそうですよね、うん、ナンバリングの方だと分かんないけど、あ、でも来るとしたらそっちか、そっちなら一番興味ねえな、そうね、どう来るかは本当むずいけど、そうですね、そっか、でもモンスターは基本的だもんね、普通に考えて、そうだよね、味方がどうするかはちょっとね、うん、ガチャキャラむずそう、テリー、イル、ルカでいいよもうそれじゃなきゃ分かんない、あーでも、うん、そうだね、普通に主人公たちが出てきても面白いけどね、うん、確かに
まあでもどこまで期待していいかっすよね。だから前回がこういうモンパとかでさ、鬼滅だったからさ、いやそうなんだよ、結構期待していいのかなってなっちゃうんだよ。去年がもうマックスハードルだったから、うん、もう、まあ、あれ超えないでしょ。うん、まあでも去年や結構やばいの続いてますけどね。その有料コラボは本当2月鬼滅来て、うんうん、3月フェアリーテール来て、5月エヴァ来て、7月 SAO が第2弾来て、うん、9月ヒロアカ第2弾来て、10月進撃の巨人来て、11月7つの滞在第2弾来てるから、やばいね。いや去年結構やばくない？もう頭おかしいのしか来ないじゃない。ちょっとなんでドラえもん読まなかった？いや有料コラボ言っちゃう。3月ねもうドラえもんは普通に常設コラボみたいな、まあそうですね、常設です、常設これこれだからこれだからちょっと読まなかったですけど、うん、そっか去年本当にやばいね。まあでも1月2月ってゲーム業界自体が結構沈む年月になってるイメージはすっごい強いから、ここで熱いコラボっていうのは多分ぶつけてくると思うんだよね。今年一熱いコラボになる可能性はあると思う。あるあるある。少なくとも前半はもう間違いなく鬼滅だったっていう言えたしね、去年はね。だから去年一応新規コラボはほんと鬼滅とフェアリーテールと進撃の3つだけだったんですね。あとは全部もう、まあ、でも全部新規としてはパワーありますね、うん、パワーあるのが来てるから。この SAO のところだよね。なんか大事なのってその2月の落ち込むシーズンに爆発コラボを持ってくるのと、うん、あの夏休みのみんなできるときにやばいの持ってくるみたいなのと、あの年末年始最後のコラボみたいなのがすごい大事なんだけど、うん、そこが鬼滅 SAO 滞在でつながってたから、あ進撃かこっち今回はどっちかというとバトンがすごい、すごい、うんうん、あこれがあれか新規コラボの大本命に窓マギドラクエ入ってるんだ。いつもいいとこついてますね。ここも永遠に言われて、まあアンケートでも出売りしてるワンピース、ジョジョ、ドラゴンボール、前回のアンケートストップ3誰も来てないからね。どれも来てない、ね、いやあれね、ほんとねドラゴンボール、ギアス、ジョジョの3つがトップ3だったんですよそう、あれ、このギアスだ、このギアス。いやでもその中だったら一番こなそうなのがコードギアスだな。あーそうだね、コードギアスとかでもどう、いや知らない人の方が多いんですよ。だからドラゴンボールとジョジョに関しては多分知ってる人の方が多い。あーあとは去年、うん、ニアミスしたんか知らんけど、うん、ナルト。まあでもあのね、完全ナルトコラボだったラーメン事件、あの事件、ラーメン事件は、ラーメン事件あったから。だからあれのせいでスッと滞在に入れなかった人多そうだよね。ああ、そうね。あれは良くも悪くも、まあそうね。うん、確かにな。まあ完全にこっちが深読みしたのが悪いんだけどね。いや、悪い。ただまあちょっとあのナルトの出し方はね、ねまあ、ナルト来たらナルトじゃんね。ラーメン切ったね、ラーメンがびっくりするぐらい滞在に関係なかったのが悪かったかもね確かにな、結構飛躍したからな、むしろナルトからというわけなんで、ちょっとざっくりね予想しましたけれども、皆さんもちょっと改めて、はい、中心化だったりコラボだったりで、ね、予想していただけると嬉しいです、はい、いやでも進撃コラボ第2弾今年行きそうですよって人はです。今回もゲームラジオ5からお送りしました。どうもパピロでした。シュウでした。お疲れ様です。ありがとうございました。チャンネル登録。わかります。わかります。その君もなくなっちゃったから。わかるよ。チャンネル登録。チャンネル登録。チャンネル登録ね。はい。していただければね。